はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画でーす。今日はですね、変わり種チューハイ。こちら、ゆかりチューハイですね。三島の、ゆかりっていう、まあ、有名な、まあ、しそふりかけですな。それのチューハイが何度あるということでね。あった。どこで買ったんだ。ああ、業務用スーパーで売ってたな。アルコール度数が 5%。ゆかり塩チューハイ。日本の食卓には欠かせない存在になっている、三島食品のゆかりの味わいをそのままチューハイにしました。ゆかりの商品名は、商品の色が紫色であることと、皆様とのご縁を大切にしたいという思いから命名しました。色は鮮やかな、赤紫色、甘酸っぱい味わいです。原材料名が、赤しそエキスと、ウォッカと、加糖ブドウ糖液糖と、炭酸ガスとクエン酸です。こちらが、製造者が合同酒精株式会社。合同のオエノングループ。となっておりますと。ちなみにね、俺もよくゆかりは食べるんですけど、ゆかりのね、まあ、見たことない。こちら。変わり種バージョン。香りっていうのを売ってたんで、これ買ったんですよ。大してうまくねえっていう。これ、青じそのふりかけなんですよね。うん。大してうまくなかった。てか、ぶっちゃけうまくなかった。お、まあ、いわゆるあれかな。ゆかりやから赤しそ。でも、シソチューハイって、まあ、シソの焼酎とか、あれ、シソ焼酎みたいな、あるよな。シソ焼酎みたいな。シソ焼酎って、変わり種焼酎で、ほら、あるじゃないですか。まあ、あれみたいな感じなんでしょうね。いや、カンピー、もう紫色、ファンタグレープだ、これ、色が。完全に。ミスター！あ！これ、あれやな。こぼしちゃったよ。しそや。赤じそや。まあ、当たり前なんだけどさ。まあ、当たり前なんだけどさ、しそ。赤じそ、いわゆる、ゆかりの、っていうよりは、どっちかっていうと、そんなに、ゆかり感は若干抑えられてるな。しそ、焼酎ってあるよね。あ、タンタカタン。タンタカタンね。まあ、あれに似たようなもんだ。ああ。タンタカタンの、ちょっと、濃厚系だな、これな。あんまタンタカタン好きじゃねえんだけど。シソ焼酎、タンタカタン。名前も特殊やけど。これは、シソ焼酎が好きな人は好きじゃねえの。結構シソや、赤じそやから、結構特殊っす。特殊な風味はある。うん。ゆかりチューハイ。ふりかけゆかりのチューハイ発売。味は、味はすっきり味。こちらが2018年の2月の27日に、数量限定で発売らしいです。これね。これが数量限定らしいです。
シソといえば、三島食品のゆかり。合同資生のシソ焼酎、タンタカタン。コラボレーションで何かできないかということが発端ですと。チューハイは、ゆかりの原料となる赤シソの葉っぱから、抽出したエキスを使った、鮮やかな赤紫色。香料、着色料無添加で、ゆかりの味わいそのまま再現している。それでもくどい味ではないという。どっちかというと、ゆかりのふりかけ俺大好きでよく食べるんですけど、あれよか明らかに、塩分が少ない。というより、こっちは甘い。若干甘い。だから食塩があんま入ってないな。ゆかりふりかけって結構しょっぱいじゃないですか。こっちは全然しょっぱくない。甘い、むしろ甘い感じや。350ml 缶を飲んでいただくために、濃い味わいでなく、すっきりとした甘み、味わいにしました。食中酒として飲むのがおすすめだそうです。でもなんか違うな。これはもう完全にしょっぱくした方がいい。これ甘いんだもんだって。ゆかりじゃねえな。ゆかりって甘くないもんね。どう見てもしょっぱいじゃないですか、ゆかりって。だから完全甘いんですよ。なんか果物みたいな。まあ、果物って言い方もあれやけど、ゆかりとは別物だな。やっぱゆかりっつったらしょっぱい。ね。若干こう、まあ、しょっぱいっていうかな。ちょっと酸っぱい、的な感じのな。これ甘いんだもんな。確かに若干しょっぱいような気もするけども、ここに書いてあるんだけど、食塩相当量が 0.009g って書いてある。若干入ってる。食塩は。でも、ゆかりは本当に美味しいよね。ガキの頃によく、母親に作ってもらったのが、ゆかりの、おにぎり。混ぜご飯のおにぎり、おむすび。をね、よく食っとったんですけど、すげえうめえのよ。だから、個人的には、ゆかり大好き人間なんだけど、これ甘いんだもんな。どうせならしょっぱくしてほしかったよね。なんかあれみたいな感じ。まあ、あれも甘いか。男梅サワーみたいにさ。ちょっとしょっぱい系のさ。これ甘いんだもんな。これ甘いっすもんね。やっぱり、個人的には、ね、男梅サワー的な感じ、しょっぱい系でさ、ね、飲みたかったっすね。まあ、万人受けみたいな感じに作ったんだろうけど、まあ、個人的にはやっぱり、焼酎って言ったらやっぱ、梅とかを入れて、ちょっとしょっぱく、レモンとかと、さらに塩を入れて、レモン塩チューハイ的なのが結構好きなんで。
まあ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 。まあ、これ買うんだったら、男梅サワーの、あの、普通のやつ。あの、9% のやつ、あの、強いやつは、あれ、甘味料使われてんだったっけ？なんだかであれなんだよ。あんまうまくねえんだよ。あれ、甘味料か。9% のやつ、確か男梅サワーの 9% 甘味料使われてんじゃなかったかな。男梅サワーの、あの、ストロングみたいなのあるんじゃないですか。あっちは確か甘味料が使われてるので嫌いなんですけど。だから通常の方が好きっすね。まあ、ぶっちゃけた話、あれっすよね。男梅サワー、あの、まあ、でもいいんだけどさ。あの、前、飲んだけど、あの、男梅の酒ってやつ。あれも美味しかったもんね。ああ、やっぱり 9% の方はね、甘味料使われてるから、これまずいんだわ。超男梅サワー。うん。ああ。前飲んだ男梅の酒と、あと、あっちも飲んだよね。あの、シロップの方。男梅シロップっていうやつ。もう確か飲んだ気がするけど。これは甘味料使われてたっけな。まあ、これうまかった気するけど、男梅の酒。甘味料使われてないっす。男梅の酒は使われてないんだな。男梅干し梅がクソ梅んだけど。あの酒のつまみに男梅干し梅ってやつあるけど、クソ梅んだよ。恐ろしくうまくて、あの、大変なことになる。男梅シロップ。シロップあったの？あれ、男梅シロップで俺前飲んだよな。男梅シロップ。こっちは甘味料使われてたっけ？あ、使われてないですね。あ、よかった。今度買おうかな。暑くなってきたんで、暑い、暑い夏にはやはり、こういう酸っぱいやつが、美味しかったりすんよな。まあ、これ業務用やけどね、この男梅シロップ。1リットル。これうめんだよ。まあ、ぶっちゃけ男梅の酒は、これ酒やから、酒やからっていう言い方もあるけど、アルコール度 15% やからね。リキュールっすからね。まあ、手軽ではいいんだけど、ぶっちゃけ、焼酎入れてやれや、シロップ入れりゃ、まあ、ぶっちゃけた話、シロップの方が、まあ、安上がりではあるよな。まあ、まあ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 。俺が、前飲んだけど、男梅シロップ。これちょっとレビューを。
こういう時に使えるんだ、俺の自分のレビューが、お前。お前、自分のレビューが使えるんだよ、これ。前飲んだ記憶あるけど、どんな味やったっけなぁ、みたいなので、これを、自分の動画を、ググることによって、自分の動画をググることによって、おすすめ度が、4ですね。男梅シロップが4。で、男梅の酒が、5! 男梅の酒の方がうまい!5つ星つけてるね、この人ね。まあ、俺なんだけどさ。男梅の酒の、いわゆるリキュールの方がうまいらしい。俺、でも5つ星つけるってことは、俺が5つ星つけるってことは、そんなないからな。俺が5つ星つけるのっつったら、まあ、動画50個ぐらいに、いや、30個ぐらいに、1個ぐらいしか5つ星は基本つけへんからな。それをつけたっていうことは男梅の酒の方がうまいちこっちゃ。コク。甘みはまあ若干ある。香り、うん。まあこれはまあ。まあ、優れ。3443です。ご視聴ありがとうございました。